大学院生、そして学部の学生の皆様、こんにちは。私は東京の大学学長の江口文夫です。新入生の皆さんには入学式の際に私からのメッセージをお伝えしました。そして学年進行で進級した皆さん、改めまして私から2023年度を迎えるにあたってメッセージを送らせていただきたいと思います。 現在、コロナ、これ非常に収束はしてきていますけれども、まだまだ我々は新型コロナウイルス感染症と戦っていかなければいけない状況にあります。政府の発表でマスクは個人の自己判断に任せるといったようなことが言われております。しかしながら感染症がなくなったわけではない。 すなわち、その病気に罹患してしまうこともありますから、例えば、集団でいろいろな行事をするとき、あるいは自分が危険だなと思うようなときは、マスクをしたり、あるいは一般的な生活の中でも手洗いや、あるいはうがいという部分はしっかりしながら、約3年間にわたって私たちが培ってきたコロナとどのように向き合うかということをしっかり考えた上で、 楽しい、そして有意義な大学生活を送っていくということを心がけていただきたいと思います。えー、コロナばかりの話をしていると、えー、暗くなってしまいますので、えー、ぜひですね、えー、コロナが、えー、収束していくということを願いつつ、新たな大学の生活という部分を見据えた私からのメッセージを送りたいと思います。えー、大学生というのは、 高等学校までの時とは違って、自らが学び、そして将来の目標を持ってどのような生活をしていくのか、ここが重要となるわけです。決められたテーマの中でどういったような勉強をするかという高等学校までの学びではなくて、自分が将来何になりたい、どんな夢を持ってるんだといったようなことをしっかり掲げた上で、 その目標達成のために、あるいは自分がなりたいもののために、ぜひ頑張っていただきたい。そのために自分でものを考え、そしてわからない時には人に聞く。あるいは東京農業大学の実学主義といったような元の中で、実験をしたり、体験をしたり、ということの中で、習得した情報の中から、これはこうなんだ。 あるいは、こうなんではなかろうかということを見極めて、そして、そのものが間違いないという部分であるならば、それはその結論として、ぜひ、皆さんのですね、目標に向かう少しの近道にしていただければというふうに私は考えています。大学生は自分の目標に向かっていろいろなことにチャレンジする。 そしてトライをしていくということが極めて重要であるということをお伝えします。新入生の皆さんにとっては本当に難しいことなのかもしれませんけれども、そこは先輩たちをしっかり見、そして教職員の皆さんからのいろいろなアドバイスをもとにですね、ぜひ行動に移していただきたいと思います。そして学年が進行して上級生になった皆さん方は、 今まで経験してきたこと以上のことを追求する。こんな目標を持って試していってほしいなというふうに私自身は考えます。大学生活の中における研究やあるいは教育といったようなものをしっかり充実したものにしてください。さらに課外活動も大学の生活においては極めて重要ですよね。運動部あるいは文化部 そういういろいろな部分の中で多くの方々と触れ合う、そしてディスカッションをする、コミュニケーションを取ることによって大きな力を自分にしっかりと蓄えてください。そして社会に出る準備、そして自分の目標に向かっていくということを忘れないでおいていただきたいと思います。今、東京農業大学の部活動、サークル活動というのは コロナ禍において、なかなか後輩たちを、えー、その部に招くことができなかったということから、人数が激減してしまっているような部もあるでしょう。サークルもあるでしょう。そういったような部分に関しましても、いろいろなパフォーマンスや、いろいろな情報を新入生、あるいはある新たなですね、高校生等に発信するということの中で、たくさんの、その、 仲間を増やしていくということも続けていただきたいなと思います。スポーツ大会や、あるいは収穫祭、体育祭、いろいろな行事が皆さんを待っているわけです。そういったような行事に向かって、それぞれの学科の統一本部や、いろいろなサークルの上級生、役員は、まあ、本当にいろんなチャレンジをしていかなければいけない。それが先輩たちから継承して、 いない部分もあるかもしれませんけれどもやはりいろいろなことを聞きそしていろいろなことをチャレンジし自分の活動の課外活動を大きく大きくしていっていただきたいと思いますそして先ほども私はコミュニケーションあるいは人との関わり合いが重要だということをお話をしましたけれども東京農業大学の学生ならではのですね コミュニケーションをしっかり作っていただきたいというふうに私は思います。コミュニケーション作りの第一歩は何かと申しますと、これは挨拶であると思います。東京の魚大学の3キャンパスあるいはフィールドを歩いていると、多くの方がこんにちはというふうに挨拶をしているということに皆さんは気がつきませんか まだまだ少し恥ずかしいなという思いから挨拶ができないという人もいるかもしれませんけれどもそういった時は挨拶ができる勇気がある方が大きな声でこんにちは、さようならといったような挨拶をしてくださいそしてコミュニケーション力を高めていくことによって仲間づくりをしていってほしいと思います挨拶のできる組織はこれは活性化する大きくなるということを私は 心から信じています。皆さんにもそういった挨拶をする心という部分を忘れないでおいていただきたいということです。とともにもう一つ、今私が言った心という部分を大切にしてください。心というのは人それぞれが持っています。動物にもこれは心があるでしょう。そういった生きてる人に対する相手をどう思いやるか、 という心を大切にしてほしいということです。自分が発した言葉によって相手がどういったことに傷ついてしまうのか、あるいは嬉しくなるのか。例えば言葉やあるいは表情といったようなものは相手の力になるということも多々あると思います。そういうコミュニケーション、心のある態度をですね、ぜひ示して、そして仲間づくりをし、 東京農業大学らしさという部分をぜひ広めていってほしいと思います。2023年度、仲間づくりをする、そして素晴らしいキャンパスの中で教育や研究、課外活動が皆さんにとって素晴らしいものになるということを願い、新年度にあたっての学長からのメッセージにさせていただきたいと思います。健康で元気に素晴らしい キャンパスライフを送ってください皆さんの成長活躍を心から願っております今日は時間をいただきましてありがとうございました